吉野賢治は、日本の公認会計士。新日本監査法人副理事長や、学校法人中央学院理事長、日本マクドナルドホールディングス監査役、高エネルギー加速器研究機構幹事等を歴任した。インディアナポリス名誉市民。1955年中央商業高等学校、卒業。1959年東京経済、大学経済学部卒業。 母校中央商業教諭を経て、1965年、一橋大学大学院小学研究科修士、家庭修了。指導教官、E の年を、1965年、アーサーヤング会計事務所東京事務所入所、1969年公認会計士登録、外国法人や海外に子会社を持つ日本企業の監査などに当たったほか、 ODA 部を設立し、JICA からの受注など、事業拡大を行った。1976年、アーンストヤング会計事務所パートナー。1986年、インディアナポリス名誉市民。1993年、オーター・キカズ監査法人代表社員。1996年、オーター・キカズ監査法人副理事長。1999年から、 母校運営法人である学校法人中央学院理事を務め、2011年からは学校法人中央学院理事長を務めたユニマットホールディング代表、高橋洋二は中央商業教諭時代の教え子。ビジネスブレインウォーターキカ監査役、高木証券取締役、東映住宅監査役、富士フィルムホールディングス第三者委員会員。 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン幹事、イーダ産業監査役、アーネスト・ワン監査役、アルプス電気監査役、アルプス物流監査役、アブ監査役、日本マクドナルド・ホールディングス監査役、高エネルギー加速器研究機構幹事、防衛庁防衛調達制度調査検討会員、等を歴任。ありがとうございます。